はい、皆さんこんにちは、ワナリクルビジです。では今回はギレンの野望セガサタン版ジオン軍プレイ続きをやっていきたいと思います。ギレンの野望シリーズの一番最初に出たね、セガサタン出たものに信長の野望とか三国志でいうところのパープギットに相当するですね、攻略指令書を入れた状態でプレイを行っています。前回までにですね、オデッサそしてニューヤーク、ここの攻略完了しています。まあ、それぞれ第1次降下作戦、第2次降下作戦という形ですね。で今回は北米ニューヤークに続いてもう一つ基地存在しているキャリフォルニアベース、ここの攻略を行っていきたいというふうに思っています。その前にね、情報など一部確認しておきますしていきましょう。まずジオンなんですけども、資金が今7487、資源が8668というところですね。ここはですね、情報予算を投入しておきましょう。まあ、情報何がいいかというと、索敵した時に敵の情報がちゃんと見れるっていうことですね。索敵が低い、情報レベルが低いと索敵してもですね、ちゃんと敵の情報が見れなかったりするので、ここはね、お金を使っていきましょう。資金が少しショートしそうなので、研究資金は今までよりも少し少なめに入れていきます。で開発なんですけどね、それなりにあるんですが、中身を見て精査していきましょうか。まずこのザクのね、砂漠礁、デザートザクだと思うんですけど、これ作るか否かというところですね。まあ、デザートザクあるとこの後アフリカの戦いすごく有利になるとは思うんですけども、まあ、ここでね、砂漠戦、まあ、専用というわけではないですが、砂漠戦用にカスタムしたデザートザク作る必要があるかというとちょっとクエスチョンなのでやめておきます。であと支援型、これはザクスナイパーですね、いわゆる。であとはザクマリンタイプ、水中強化ですね。で陸戦艇開発、これ前回もちょっとお話したと思うんですけども、ギャロップですね。まあ、ギャロップもね、大した戦力の強化にはならないと思うんで見送りましょう。で大型陸戦艇ですね。これダブデだと思うんですけども、ダブデは防御力がとても高いユニットになってるんで、これはね、拠点防衛用に作りたいなと思います。まあ、ただ今開発予算6000円割けないので、どっかのタイミングで使っていきます。あとはガンバ専用トップ、これもまああえて必要かというとちょっと必要ないのでやめましょう。まあ、こんなところですかね。あとは無彩のね、改良型ありますけど、これもちょっと今じゃないだろうというのありますので、開発に関してはダブデをですね、どっかのタイミングで入れるというのだけ今のところ頭の隅に置いておきたいと思います。では時間を進めていきます。で基本的な戦い方なんですけども、ニューヨークを攻略した部隊をですね、ニューヨークからカリフォルニア攻略に充当してですね、カリフォルニアで戦える戦力を少し増やしたいと思います。先にそっちの指図をしましょう。カリフォルニアまで取れれば安心かなとは思うんですけどね。なんでカリフォルニアを取るために部隊を一度補給して回復しておきましょう。どの部隊も一度回復します。これ HLV の中って回復できるのかな、ちょっと謎だな。回復できるんだったらね、とってもいいと思うんですけどね。ではニューヨークから部隊移動させていきましょう。まあ、シャーも出すし、ノリスも出すしというところですね。まあ、ガルマは戦死こそしていないものの撃破されてしまったので今ちょっとここにはいないですが、ガルマは残しておいて、この後ニューヨークには一部の部隊だけ置いて、残りは全部移動させていきましょうか。一度 HLV の中に入っちゃいますけどね、入れちゃいます。まあ、敵が迎撃に出てくる心配もないので、はい、では一通り攻撃の指示を出しました。まず衛星軌道上に打ち上げられてきた敵の HLV ですね、こういったものに関しては確実に仕留めていきたいと思います。で生産の方なんですけども、まあ、ニューヨークとオデッサでそれぞれモビルスーツをいくつか作っておきたいかなと思います。
で、作るモビルスーツはザク2の J 型ですね、まあ、陸戦仕様のものですね。しばらくというか、まあ、この先は大部分が地球上での戦いになると思いますので、陸戦仕様のザク2 J 型でいいかなと思います。これを作っていきます。まあ、資源とお金が許す限りというところですね。ヨーロッパで、まあ、3機で、まあ、1部隊という考え方にザク2の J 型はなってますので、全部で3部隊9機のモビルスーツを作りました。まあ、同じくこのニューヨークでもですね、ザクスの J 型を1セットですかね、3機作ります。2ターン後に完成しますね。ではこの流れで時間を進めていきましょう。この戦い我が祖国に捧げる。行くぞ。再び白狼に出会ったら戦わずに逃げろ。ここは新松永がサラミスを沈めてくれましたね。衛星軌道上に展開する敵の部隊、第一優先はやっぱり HLV ですね。 HLV は破壊をし損ねると次のターンから敵の攻撃ユニットが出てきてしまうんで、そうすると一気にまあちょうど今その話をしてたところで HLV を打ち損じましたけど、敵モビルスーツが出てきてしまうんで、反撃を受けてしまうと味方に損害が出るっていうのがあるんですよね。なので今打ち損じましたけども、 HLV に関してはもう打ち損じがないように一旦で確実に仕留めるっていうのはね、心がけていくべきだと思います。まあ、ちょっとリセットするようなことはしませんけどもね。そんなに死にたい。いや、このシーマの言い方もさすがだよなっていう言い方するよな。残るかシーマが次のターンで潰されるときついけど、敵もあそこで次回復されると厄介なので、今のシーマはもう無理してでも削っておいていいかな。モビルスーツもやっぱりちょこちょこアップデートをしていかないとね、どうしてもパワーダウンが敵に対して大きくなってくると倒せなくなってきてしまいますよね。まあ、情報に関しては毎回マックス値お金入れていきましょう。もうこの衛星軌道上に次々に打ち上げられてくるこの敵 HLV、 これを叩くのでここのところ精一杯ですね。宇宙はさすがの連邦軍ということで、まあほぼ毎回たがわず打ち上げてきますね。まあ、我々は、まあ、サイド4とこの衛星軌道上、まあ、地球上空をですね、行ったり来たりして、戦艦の補給エネルギーしながらですね、戦っているので、まあ、多少やっぱり煩わしいは煩わしいですね。ここにもマゼラン、こっちはサラミスかな。なんで、地球から打ち上げられてくる敵の HLV、さらに、ルナ2から発進してくる敵の、まあ、巡洋艦サラミス、もしくは戦艦マゼラン、これらをね相手にしなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、常に、まあ、気を配ってですね、まあ、戦いを進めていく必要があるっていうね、そういうところですね。では満を持してカリフォルニアベース攻略戦始めていきましょう。シャアを先頭に突っ込ませましょう。これで北米がね、まあ、制圧完了ということになると、次はですねアフリカキリマンジャロ攻略戦になりますので、そこのタイミングでできればザク2の J 型、これをね一気に投入していきたいなと思うので、ザク2の J 型をオデッサで、少し数作りましょう。で、各重要拠点、まあ、オデッサとかニューヨークとかカリフォルニアとかもそういう重要拠点と呼ばれている施設ではですね、最大8レーン、まあ、つまり8個同時にユニットを生産することができます。今お金、あと資源、これがですねそれぞれ7500前後あるので、今回はザク2の J 型、これをですね、大量に作ってキリマンジャロ攻略戦に生かしていきたいなというふうに思います。なので資源の続く限界まで作っちゃいましょう。では拠点攻略戦始めていきます。よし、マゼラ、ブレックスを撃破ですね。
何度となく逃げられましたけど、ようやくブレックスのマゼランを撃沈しました。さすが白狼新松永、まあそういうところですかね。さあではニューヨークに続いて北米のもう一つの一大拠点キャリフォルニアベースに攻略部隊を送っていきます。ここまだザク2の、ね、J 型ではない部隊になっているので足はちょっと遅いので、この拠点攻略ターン数である5ターン以内に攻略ができるかというとちょっとクエスチョンですけどね。できるだけ、攻略がね進められるように頑張りましょう。赤い彗星のシャアだ。ここはシャアとジョニー・ライデンの会話ですね。知っているなら話は早い。俺とお前どっちに赤い色がふさわしいか勝負だ。なんてな、冗談だ冗談、よろしく頼むぜ。ジョニー・ライデンとシャアが揃ってくれると心強さはありますね。シャアズナブルだ、こちらこそよろしく頼む。モビルスーツのね数は揃いましたね。あとは質ですかね。地上戦に特化した J 型をやっぱり配備優先的に進めていって地球上での戦いを有利に、かつですねモビルスーツはやっぱりドームまで開発したいので一刻も早く、そこまではね研究にお金もちょっと費やしていく必要があるかなというふうには思います。ここ足遅いんだよな、本当に足遅い。ではじわりじわりと進撃はね、進めていきたいと思います。話変わって全然先行のハサウェイの話が聞こえてこなくなっちゃいましたよね、まあ、いつ封切りというかね公開されるのかっていうのを楽しみにしてる方も多いと思うんですけど、もちろん僕も楽しみにしてる一人なんですけどね、また感染拡大が増えそうなそんな状況の中どうするのかなってちょっと思うんですよね。まあ鬼滅の刃僕全然興味ないというかわからないんで見たりはしていないんですけど、鬼滅の刃なんかはねもう公開普通にしてますからね。先行の朝はもうあとスケジューリングだけなんですかね、他の映画との兼ね合い。結局コロナのパンデミック下の中でだいぶ映画のね封切り公開が先送りになって、まあ、おそらく公開したい映画がこう踏ん詰まっちゃってる状態だと思うんで、まあ、そういう観点からすると今封切りしたいと思っても公開できる映画館がないとかね、そういうのもあるのかもしれないですね。ちなみに僕はちょっとその鬼滅の刃は全くわからないんですけど、なんかすごいブームみたいですね。どこ行っても鬼滅の刃コラボみたいな感じでペットボトルとか缶とかお菓子とかいろんなものが鬼滅の刃チックになってるなっていうのはね見てるんですけどね。さあここも確実に索敵をしながら倒していきましょう。まあ索敵割と成功率高いのはやっぱり情報レベルを頑張って頑張って貯めてきた甲斐があったというものだと信じたいですね。あとはもう少しタイムリーじゃない古い話になりますけど、大阪都構想ですか、あれも2度目の住民投票行われてましたね。僕は大阪市民ではないのでね外野が何言うんだって思われると思うんですけど、大阪府民ではあったことはあるんで、まあ、多少なりともね興味はあって注目してたんですけど、本当に僅差で、またも反対になってましたね。個人的にあくまでも個人的な意見ですけど、まあ、今のこの時期、少なくても今のこの時期にドラスティックにそこを変える必要あるのかなっていうふうにはちょっと正直思ってはいましたけどね。もうちょっと他に先に急いでやることあるんじゃないかとかね。あとは二重行政どうのこうの、無駄を省くどうのこうのって言ってますけど、それって別に都構想にしなくても今の構造でもやろうと思えばやれるだけの話で、やる気がないだけなんじゃないのなんてね、まあ、素人感覚には思ってしまったりはしてたんですけど、まあね、大阪のね、市民の方が最終的に僅差ではあるものの、まあ、反対多数という結果になったというのは確認をしましたね。
はい、まあ、残念ながらやっぱり5ターンでは難しかったですね。ここは序盤山岳地帯を、まあ、進撃しなきゃいけなかった関係で足がとにかく遅かったのでしょうがないかな。ご采配を。さあではランバラルが復帰してるかなと思いますし、他あの人事なども行いながらキャリフォルニア攻略戦続けていきたいと思います。あ、そうか、ガルマもね未配属になっちゃってますけど、これニューヨークに J 型入ってるのでこれ配備しちゃいましょう。あとアコース、コズン、ハモン、この辺りもそうだな、ズムシティに入れてもしょうがないので、できればこの辺りはランバラルと一緒に行動してもらいたいので、オデッサでモビルスーツが完成するのを待ちましょうか。では先ほどお話してたダブでですね、これの開発始めます。これをうまくキリマンジャロ戦に投入できたらいいかなっていうね、そういうところですね。さあでは最後に残っているこの敵の部隊を排除すれば、このキャリフォルニアベース、ここの攻略も完了ですね。局地戦、まあ、基地攻略戦2ターンに分けての戦いとなりましたけど、まあ、ここまでは順調に来てますね。でこの後は冒頭お話した通りですね、第3次降下作戦、第3次地球降下作戦ということで、キリマンジャロアフリカの、ね、攻略戦に入っていくことになろうかと思います。なのでそこもしっかり、おお、ザクが一気やられた、ね、プレイを進めていきたいと思います。で今あのザク2の J 型、これ、地上戦用にカスタムしたザクになりますけども、これにね、まあ、特にパイロットが乗るようなものについてはあの変更を変え加えていければいいかなというふうに思いますね。やっぱりザク2の F 型とかよりも地上だと圧倒的に J 型の方があの使いやすい、特に移動力とか考えるとね全く変わってきますからね。はい、ではこれでカリフォルニアベース攻略完了になります。報告します。カリフォルニア方面軍が連邦軍海洋基地カリフォルニアベースを制圧し、連邦の潜水艦を無傷で入手することに成功しました。開発部に機体と調査データを送ります。今のところまだね、お役立てください。地上で使える戦艦とかそういうもの一切持っていなかったので、ユーコーンとかなのかな、手に入れたの大きいですね。北米大陸の制圧をもって第二次降下作戦を完了します。続いて中部アフリカに対する第三次降下作戦の実施が可能です。これがキリマンジャロ攻略戦のことになりますね。開発部より新しい開発プランが提案されました。新しい開発プランだけ見て終わりにしましょうか。新しい開発プラン、これはゴックだな。もう一つありましたよね、ニュー、これはアッザム。うん、アッザムもいいね。開発予算が5000かかりますけどね、取捨選択して、まあ、アッザムはできるだけモビルアーマーとして作っていけたらいいかなというふうに思います。では今回は、ね、キャリフォルニアベース攻略完了をもって、終了とさせていただきたいと思います。次回も応援よろしくお願いいたします。